皆さんこんばんは。私は今筑波山に来ています。こんな夜に登山、いえ違うんです。こちらの筑波山ロープウェイでは、夜の筑波山空中散歩という期間限定のイベントをやっています。私も今日は体験しに参りました。では早速行ってみたいと思います。では行ってきます。じゃあ筑波観光鉄道の渡辺さんにお話をお伺いします。渡辺さん、よろしくお願いいたします。このスターダストクルージングなんですが、これどういったイベントなんですか？はい、こちらですね、秋口から冬場にかけて筑波山のロープウェイの方で開催しているんですけども、はい、こちら夜間営業でですね、関東平野の夜景をご覧いただくための、特別な運行となってますね。あ、夜景が見えるんです ね。せっかくならば一番綺麗に見える時間帯に見たいんですけども、おすすめの時間帯ってありますか？そうですね、夜景はいつ見ても綺麗なんですけども、やっぱり夕方ですね、日が沈むと夕焼けがご覧いただけて、そちら夕焼けから日が、空が赤から紺に変わって黒に変わっていくというグラデーションを見ていただくんでしたら、やっぱり4時から5時、6時ぐらいの時間帯に来ていただくのが一番おすすめですかね。夕方以外にも8時頃だと真っ暗で夜景が一番綺麗に見えるそうですよ。お話をいろいろ聞けたところで、いざ出発。では今から早速ロープウェイに乗って女体山駅の方まで行ってきます。夜空の下、暗闇の中を進むロープウェイ、車内からも夜景を見ることができます。女体山駅に到着しました。やっぱり上に来るとちょっと寒さはあるんですけども、この寒さを吹き飛ばすような、見てください、この綺麗な夜景。これ空気が澄んでるだけあってものすごく綺麗ですね。そうですね、こちらの位置的にはどうなったり、ですね、真正面が東京方面になりまして、地平線輝いているのは全部新宿とかですね、東京方面の高層ビルの夜景がご覧いただけますね。ちょうど今ここから見えるのが新宿あたり、そうですね、正面には東京スカイツリーと、東京タワーが並んで立っているのが見えますね。あのちょっと光って尖ってるやつですかね。そうですね。向かって左側の水平線沿いに光が集まっているのが成田空港。丸く光っているのは飛行機が空中を旋回しているところです。色とりどりの光が地上できらめいて、その光景はまさにスターダスト。東京方面のビルの夜景をはじめ、千葉埼玉方面まで関東平野を一望できます。夜景だけじゃなくてこのようにイルミネーションも楽しめるんですね。そうですね、毎年従業員が手作業で一つ一つつけてますね。従業員の方がやってるんですか？ちょっと夜景だけじゃなくてイルミネーションで、ちょっと楽しんでもらえればなということで、うちの従業員もやってますね。はい、私も時間を忘れて思わず見とれてしまいました。戻りました。ちょっとやっぱり上寒かったんですけども、もう本当に綺麗でした。今放送でお伝えしてるんですけども、これはぜひ皆さんの目で見ていただきたいです。このイベントは2月26日までの開催です。時間を変えていただくと、また違った風景をお楽しみいただけますよ。